ザ・モッツのハリーアップの解説をしていきます。まずイントロがキーがまあ A で、この最初はこのローコードの5弦ルートの A ですけど、2弦3弦4弦の2フレットをもうこう1本指でこう1本指割り当てて押さえます。これで2弦をまあこう離したりこう引っ付けたり離したり押さえたりで、こんな感じで、まあ最初の2小節はA でジャーンと弾いて、2弦をこんな感じで、これでで弾いて3弦の2をで、次がまた今度は A の、ベース音だけ F シャープになるんやけど、今度は1弦の0で2弦の2で0、まあこういう感じがイントロで、これで歌メロに入って、最初が A アドナインで、まあ A の3弦と4弦の2フレットだけ押さえて弾きます。こういうなんかちょっと洒落た感じの響きになります。で次が F シャープマイナーで、これは4弦から下の F シャープマイナーで、4弦の4と1弦2弦3弦の2を押さえて、これで小指で3弦の4を押さえたり離したり、でまず A で、マイナー で E7 のところで指す方で3弦を1弦から3弦を1フレットから2フレットへハンマリングでも、押さえるなりして、まあ、こんな感じ でまた A アドラインで F シャープマイナー B マイナー E7、 ここはまあ同じ で次 B メロに入ったところでちょっとソロっぽいのが入ってきます。6弦の024で5弦の024で5弦もこれで2で0で6弦の2で6弦の1、コード的には AAD で D マイナーのところがこの1になります。これで A の今度はバレエで押さえて、人差し指で2弦3弦4弦の2フレットをバレエして、5弦から弾いて、2弦を3から2へプリングして、これで、B マイナーのところで、4弦の2から4へ、まあ、やっぱり単音でこうでやった方がいいかな。これで E7 でまた繰り返し、さっきのところをで、今度は、そこの E7 が4回続く、まあ、A メロ B メロっていって、最後 E7 が今すぐやったっけ、ハリアハリア行くまでの E7 が4小節あるんですけど、それがまず E7 で、次に E7 指す方で、3弦を2フレット押さえて、でまた離して、これでこれが、3弦の2から1でプリングなり弾くなりして、で4弦が4に
で5弦の2をちょっとクォーターチョーク気味で、うん、線でもいいかな、こんなんやね。それでコードは A、 サビが A、 F シャープマイナー、 D、 E7 でまた入って A、 A、 F シャープマイナー、 F シャープマイナー、 D、 D、 E7、 E7 でこっからギターソロが、ダウンピッキングだけでもいけるっていう感じのソロなんで割と弾きやすいと思います。これがまず6弦の3、ここまで、6弦3で5弦の3535で7へスライド、で次がこれが、4弦の457、5で7で9へスライド、これで7で55弦の5で次がこういうやつね、5弦の54弦の45、これで7で7から9へスライドして7、次がから4へプリングで5457で4、3弦の457や454や、次が12の12じゃない2弦の12131513で15から13へプリングして4弦の12で、もう一回4弦の12、あ、3弦の12や、ごめんで、3弦の12でもう一回3弦の12で、2弦の15をチョーキングして下ろして3弦の12、次がこれが、3弦の12から14で2弦の12から13へハンマリングで1弦15で、2弦の13で12から13へハンマリング、こういうやつやで、これを2回、で15、1弦15、次がこれが1弦の151412で2弦の15で、3弦の14で2弦152回で、今度は4弦の122回で、こういうフレーズで4弦122回やって2弦の10から10、10を2回弾いてで3回目に12へハンマリングしてでもう1回10で3弦の12で91からいくと、それでまた、B メロと C を繰り返して今度、C、D メロというか
C シャープマイナー。どんなメロディーラインかちょっと忘れてしまいましたが、 C シャープマイナーで、 F シャープマイナーに行ったところでこういうフレーズがあります。これが、4弦の4で、3弦の2-4で4をチョーキングして2で2で3弦4で Bm へ、次のコード Bm へ流れるのに、これが6弦の2、5弦の4-3-2で、まあ Bm で E7 でまだ、指す方で、サビに入る前の、E7 4小節のところがあんな感じでいって、それでまたサビを、C メロを3回繰り返すね。3回繰り返して、最後のエンディングのギターソロが、聞き取りにくいというか分かりにくいダブルストップのところがあるんですけど、まず最初がこれが6弦の0-2で5弦の0で、6弦の0-2で5弦の4-2-0で、6弦2で5弦の4へスライド。次が3弦の1-2-1で、4弦の4へスライド。次が1弦の5-4で、もう一回1弦の5-4で、2弦の5から7へスライドして、2弦の5で3弦の4。次のあたりがちょっと分かりにくかったんですけど、まあ最初、1弦2弦の 5A ダブルストップで2回弾いて、次にこういう感じダブルストップで2弦の5はそのままで、まず人差し指で1弦2弦の5をバレーして、それでこっから5で7、7で9、これで5、2弦の5で、もう一回5弦これを弾いて、今度ここからスライドやね、7へスライドして戻す。でもう一回5で弾いて、今度1弦だけ9、7、5やね。これで、1弦の19で2弦の10。で次がもう一回2弦の10へスライドして、で入って、次のフレーズが。1弦の9、10、12で2弦の10で、1弦の12をチョーキングして下ろして2弦の10、これで2弦の9、10、12で3弦の11で、最後がこんな感じで1弦の9、10で、12、9、10、12で、今度12から17へスライドして2回。
位置からいくと、もう一回いきます。こんな感じで、で最後が。これがまあ A をこうバレーして。2弦だけ2フレットから3フレットへハンマリングを3回2回か。